最初は割のいいバイトだなとしか思わなかった。スーツで荷物を受け取りに行くだけって聞かされてた。まさか荷物を受け取っただけで詐欺グループの手助けをしていたなんて。次に受け子に選ばれるのはあなたかもしれません。